はいどうもリュウシです。47都道府県縛りで日本一を目指すペナント第6回になります。縛り内容は概要欄を見てください。前回はね最下位に逆戻りということでまたね一からやっていくわけなんですけれども、今年はね特に解雇した選手もいませんので、残りはねこちらの13県の中からしか、ドラフトで獲得できなくなっております。さらにね助っ人のバートン、今年はね契約を延長しておりますので、今年は助っ人の補強もなしになります。いやめちゃくちゃねきついんですけれども、その中でもね当たりがいないかっていうのをドラフトで探していきたいと思いますので、早速見ていきます。13件しか取れないっていうのはだいぶきついんですがね、まずはピッチャー見ていきます。西尾くん社会人ですね。鹿児島県は獲得可能、スプリットが優秀でツーシーム持ちということで、サイドスローですね、悪くない。板谷くん、社会人ナンバーワンピッチャーのリリーフですね。全日本準優勝ということで、岐阜県も取ることは可能ですね。リリーフ左腕、特殊能力はちょっと微妙かな。土田くん大学ナンバーワン左腕ですね。全日本準優勝、変化球はそんなに強くないですが、まあ、コンスターそこそこ。あ、ただ神奈川県は取れませんね。岡山の街道米原くん、岡山は取れないんですけれども、コントロール以外が、優秀ですね。スタミナ B で155キロということで、スライダースローカーブ、悪くはないんですが指名はできません。宮里くん長野の、先発ですね。3球種持ってて、まあ、左にはちょっと弱いですが、この他は悪くないですが、長野は取れませんね。いやきつい。宇都宮くんだっけ読み方、滋賀県の、左腕ですね。150キロを超えておりまして、その他の能力も悪くない。滋賀県は獲得できますね。宇都宮くんだっけ読み方わかんないですが、悪くはないですね。長谷部くん、大卒のアンダースローですね。抑えですけれども3球種ありまして、まあ、ピンチにはちょっと弱いんですが、島根県は、指名可能なので、まあ、ワンチャン長谷部君もありかなと。二平君が、岐阜県ですね、獲得可能で全国準優勝社会人ということで、まあ、そんなに強くはないですが、まあ、指名する候補の一人かなと。本宮君、石川県か、石川県のドクター K ということで、石川は取れませんね。151キロで3球種あります。武田くん、福岡の先発ピッチャーですね。ツーシームシュートチェンジアップということで、福岡ね意外にもまだ指名しておりませんので、武田くんは獲得可能ですね。悪くない。篠田くん、茨城県ですね。大学優勝ピッチャー3球種ですね。コントロールは低いですが、その他の能力は悪くない。特殊能力も結構優秀ですね。茨城県は獲得できません。佐田くん、全国ベスト8の高卒ピッチャーですね。3球種で、左腕で特殊能力は微妙かな。あ、ただ高知県はどっちにしろ、指名できませんね。近沢くん、あ、京都か。京都も指名できないですが、まあ、3球種の高卒ピッチャーということで、先発ですがスタミナは低めですね。末吉くん、東北サンバガラスということで、秋田県は指名可能ですね。リリーフピッチャーで左腕、能力的には悪くないかな。菅沼くん、東北サンバガラスの甲子園優勝ピッチャーですね。非常に優秀。ただ青森県か、こっちが秋田県が良かったな。特殊能力はそうでもないですが、基礎能力はめちゃくちゃ強いですね。中岡くん、富山の、先発ピッチャーですけれども、富山も指名できないと。ムロくんですね、東北サンバガラスの最後、3球種めちゃくちゃ優秀ですね。先発ですがスタミナは低い。岩手県はね指名可能なので、ムロくん将来性見越して指名するのも悪くはないかな。柏崎くん、関西のドクター系で甲子園準優勝ピッチャーですね。3球種で、滋賀県なので指名可能ですね。悪くないかな。高卒ピッチャー優秀なの多いですね。
講師は以上になります。まあ、指名できる選手の中でもちょこちょこいい選手いたかなという感じでしたね。続いて野手を見ていきます。さあ野手ですね、まあ、野手はなんといっても打撃力なんで、その辺いい選手いるか見ていきますか。竹林くん、大学生ナンバーワンスラッガーということで、熊本県は指名できませんが、まあ、弾道さんでプルヒッターを持っていると、結構優秀な野手ですが指名できませんね。てか社会人なんか全然いいのいなかったな。関東支店の柴崎くんですね、両打ちの外野手、まあ、走力が高いぐらいですが、東京は取れませんね。ちょっと今年野手が非常に不作な気がするんですけれども、あんまいいのがいないな。宮武くん、これでもちょっといい方かなと。福岡県のショート、福岡は指名可能ですね。あ、でも特殊能力は微妙か。守備がそこそこいいショートという感じ。ピンボリくんですね、関東四天王の一人、千葉県は獲得可能ですね。俊足の外野手、特殊能力も結構良さそうですね。まあ、右打ちか左打ちが良かったですが、まあ悪くはないですね。山形県の高校生外野手、下川くん、弾道さんで基礎能力そこそこということで、ちょっとあまりにも野手が不作すぎるな今年は。山形は指名できないね、どっちにしろ。おお、なんかめちゃくちゃ強いのいた。宮前くん、関西の怪物ですね。高卒で、お、滋賀県は指名できますね。めちゃくちゃ強い外野手、特殊能力も怪物なんでね、期待できるんじゃないかな。これは競合しそうですが、野手唯一、めちゃくちゃ強い選手な気がする。というわけで野手は少ないですが、このぐらいですかね。ちょっと考えていきたいと思います。さあ1位はいきますか。宮前くん、関西の怪物ですね。滋賀県の高卒ということで、甲子園準優勝しております。まあ、外野手はね3人以上、まあ、いるにはいるんですが、この能力非常に魅力的ですので、宮前くん行きたいと思います。まあ、ワンチャン単独がいけないかなということですが、2球団ですね、 DeNA、 もう1人は篠田くん3球団ということで、いや2球団は引いていきたいですね、さすがに。あー、頼む。 OK、 交渉権確定。ふー、とりあえず OK ですね。ドラフト2位で山梨の、高校生ピッチャー中江くん指名したいと思います。まあ、コンスタ DD と、変化球もね2球種ですが、悪くない、ということで、まあ、山梨県を行きたいと思います。ドラフト3位で高校生、左腕ですね、末吉くん行きたいと思います。東北サンバガラスということで秋田県ですね、こちらを3位で行きたいと思います。ドラフト4位でこちらも高校生ピッチャーですね、熊沢くん指名したいと思います。まあ、先発なんですけれどもスタミナはまだ低いですね。静岡県ということで将来性にも期待して熊沢くん行きたいと思います。ドラフト5位で全国準優勝社会人ピッチャー二平くん指名したいと思います。岐阜県ですね、スタミナそこそこでパワーカーブスライダーということで、まあ、特殊能力はねそんな強くないんですが、先発のねちょっと数増やしたいんで二平くん指名して、今年は少ないですが5人で終了したいと思います。さあ7年目のシーズンの開幕となりました。今年はねなんとか最下位脱出、 A クラス目指して頑張っていきたいと思います。それではねメンバーを見ていきます。まずは投手ですね、ローテーション田所くん、安村くん、金沢くん、吉岡くん、葛城くん、赤田くんの6人でまずは回していきます。リリーフですけれども、吉崎くん、倉本くん、神尾くん、若井くん、直井くん、山中くん、そしてねルーキーの末吉くんの7人ですね。で今年は抑えは荻野くんにしていますが、まあ、この辺はねちょっと変わってくるかなと思います。スターティングオーダーですけれども、1番星川くん、2番に助っ人バート、3番桂くん、4番立山くん、そして5番にドラ1ルーキー宮前くんですね。6番金森くん、7番ジョーくん、8番久米くん、9番玉川くんとなっております。さあそれではね、いつもの通りオールスターぐらいまで飛ばしていきたいと思います。さあルーキーの能力が確定しましたので見ていきたいと思います。
まずは宮前くんですね。めちゃくちゃ化け物でした。基礎能力はね、まあ補給は低いですけれども、その他はめちゃくちゃ強くて、特殊能力広角打法ソウルシーということで、これはねもう化け物中の化け物ですね。もうすでに15本、ホームランを打ってくれています。高卒で、今のところ3割15本74打点と、めちゃくちゃなことをやってますけれども、これは新人王確実ですね。続いてドラフト2位の中江くんですけれども、3球種で、まあ変化球は悪くない感じになってます。まだねコンスタ、球速ともに低いんで、1軍では微妙かなという感じですが、特殊能力もねそんなに強くないので、ちょっとまだ高卒で成長する必要があるかなという感じになってます。続いてドラフト3位の末吉くんですけれども、こちらは大当たりでしたね。変化球スライダーを覚えて3球種になりました。コントロールも、最低限ありまして、ね、なんといっても特殊能力がめちゃくちゃ強い、対左 B 伸び B、まあ、ナチュラルシュートに要所もあるということで、まあ、今のところねちょっと勝ちパで頑張ってくれております。まあ、防御率はね4点台と、まあ、微妙ですけれども24ホールド、これ高卒めちゃくちゃ大当たりですね。続いてドラフト4位の熊沢くんですけれども、特殊能力ね伸び F 支給と、全然良くはない感じなんですが、まあ、シーズン中ノリノリになって急成長、覚醒しております。基礎能力がねめちゃくちゃ強くなってますね。変化球も3球種で、もうすでにね総変化8ということで、能力だけでちょっと今年はやっている感じですね。高卒で特殊能力が強かったのはめちゃくちゃ良かったんですが、まあ、来年以降も期待できるかなという感じです。最後にドラフト5位の二平くんですね。勝ち運あるもののスロースターターシュート回転乱調と赤徳が目立っております。変化球はね3球種となったんですが、基礎能力はねまだ低くて先発はやらせられない感じです。社会人、今年一人だけ、唯一の社会人なんですが、ちょっと微妙な感じになってますね。3球団競合の篠田くんの能力ですね。こちら、負け運がちょっとね、微妙かなという感じになってます。基礎能力は悪くないんですが、特殊能力がそんなに強くない感じで、まあ今年はね、まだ今のところ登板なくと、ね、いう感じになってます。今年高卒の中でね、東北のサンバガラス、まあうちの3位の末吉くんもそうなんですが、東北のサンバガラスがちょっと優秀だったので、それだけ見ていきたいかなと思います。まずは楽天の1位、菅沼くんですね。こちら甲子園優勝ピッチャーですが、奪三振ポーカーフェイスと、青戸くんも優秀で、基礎能力はね、まあ、ドラフトの時から、一番優秀な能力だったと思いますが、まあ、3球種でねコンスタ CC 146キロということで、今のところ防御率2点台で2勝を挙げております。まあ、これで高卒なんでねだいぶ強い選手だと思います。3人目はヤクルトの室くんですね。こちらもドラフト1位ですが、まあ、スタミナはまだ低いんで先発は厳しいかもしれませんが、カットボール、カーブ、スライダーと縦スラということで、まあ、すでに変化量7ですね。そして青徳、タイピン、チビ、牽制丸、内角攻めと、非常に優秀な能力となっております。こちらはね、ヤクルトの外れ1位でしたので、まあいいものを引いたなという感じで、まあワンチャン自分のドラフト2位でいけたので、まあ、惜しかったなという感じですね。岩手県。ちなみに宮前くん、オールスターですね。外野手部門、トップでしたね。さすが、まあさすがにね、1年目であれだけ打ってくれれば、まあ1位になるでしょうという感じで、いやめちゃくちゃいい選手ですね。さてシーズン終了しまして、まさかの3位ですね。 A クラス入りできました。まあね阪神がダントツで優勝しているのでゲーム差的にはギリギリなんですけれども、今年はね交流戦3位ということで、そこを頑張ったおかげで結構ねシーズン順位も良かったかなという感じです。ちなみにクライマックスシリーズはファーストステージで敗退しております。まあね3位なんですけれども、
対戦表を見てもらえば分かる通り、最下位のねヤクルトからめちゃくちゃ貯金獲得してるだけっていうね、中日ヤクルトに、勝ち越してあとは負け越してるっていうちょっとずるい感じで3位になってますね。というわけでシーズン成績の方をちょっと見ていきたいと思います。まずは投手ですね。規定に乗ったのは2人、吉岡くんと安村くんということで、吉岡くんがね今年は頑張ってくれましたね。まずは安村くん、防御率 3.34 とちょっと、怪しい数字ですが10勝7敗ですね。2桁勝利を挙げております。こちらはだいぶね大活躍してくれたんじゃないかなという感じです。そして吉岡くんですね、まさかの2点台で、10勝9敗と、まあ、貯金は1位なんですが、チームでトップの防御率という感じで、ここに来てねやっと結果を残してくれましたね。吉岡くんドラ1なんで、まあ、ちょっとね我慢して使っておりましたが頑張ってくれました。そして田所くんですね、まあ、防御率 4.11 で規定には載ってないんですが12勝8敗と、チーム最多タイですかね。まあ、1年からローテを守ったんですが、もうちょっとねイニングを稼げるといいかなという感じですが、12勝は偉いかなと。続いて金沢くんですけれども、金沢くんがねパッとしないですね。まあ、変化球がそんなに強くないっていうのもありますが、防御率 4.66 で6勝10敗ということで、もうちょっとね金沢くんが頑張ってくれれば、上の方に行けるかなという感じですね。そして葛城くんですね、防御率 4.55 とそんなに良くはないですが12勝6敗、こちらも、チーム最多タイですね。まあ、非常にね野手にというか援護に恵まれて、12勝を挙げているという感じになってます。そしてルーキーの熊沢くんですね、まあ、80イニングぐらいしか投げてないんですが防御率 3.16 で3勝を挙げております。まあ、途中から先発で使うようになったんで、まあ、来年以降ね非常に期待できるんじゃないかなと思います。まあ、こんな感じでね、見てわかる通り結構野手が頑張ってくれたので勝ちが伸びたかなという感じにはなってます。抑えを務めました荻野くん、防御率 3.00 ぴったりで41セーブですね。こちら最多セーブとなっております。まあ、今年ね、から守護神、務めてもらいましたが、最多セーブ、獲得できるぐらい頑張ってくれてよかったかなと思います。続いて中継ぎですけれども、チームではね若井くんが、まあ、防御率 3.31 で42ホールドで最多の、ホールドとなっております。まあ、リーグで見てもね2位なので、まあ、頑張ってくれたかなと。能力も覚醒して、まあ、赤徳一発がありますがだいぶ強くなった感じになっております。そしてルーキーの末吉くんですね、こちらも非常に頑張ってくれました。防御率 3.45 で38ホールドということで、割といい能力をしておりますので、まあ、この成績でね新人王が獲得できるかという感じですが、新人王はね、まあ、別、まあ、野手の方でもねいますので、まあ、どっちが選ばれるかと。あとは吉崎くんが防御率 4.59 の中3ホールドと、アミオくんが防御率 4.68 で9ホールド。この辺はね、まあ、シーズン途中ちょっと苦しんでおりましたね。あと山野くんが 5.94 と、沖くんが 6.21 と、まあ、勝ちパの2人以外はちょっとね微妙な成績となっております。リリーフがねなかなか厳しい結果だったかなという感じです。さあ続いては野手ですね。まあ、野手はね今年、打率リーグトップだったんで結構頑張ってくれた感じにはなっております。まあ、上から見ていきましょう。まずはバートンですね、2年目も安定して3割1分8厘、ホームランもね24本打ってくれております。めちゃくちゃね強いですね。来年もこのまま延長してちょっとね優勝に貢献してほしいなと思います。そして、立山くんが、打率3割を超えてきましたね。まあ、流し打ちつけたんですが、ホームランは17本と、まあ、今年も20本には届かなかったんですが、結構ね4番として頑張ってくれましたね。打点も81あります。そして1番を務めております星川くんが打率3割飛んで4厘と、
こちらは最多安打を獲得しております。196本だったかな。まあ、セカンドの守備はまあちょっとね目をつぶって打撃でね頑張ってくれている感じはあります。そして桂くんですね、今年は打率3割に乗せてきております。44本108打点ということで、まあ、惜しくもねホームランをは1本届かずということでリーグ2位、打点はねリーグ3位ということでタイトルはちょっと取れなかったかなという感じですが、さすが桂くんですね。ちょっとあと1年で FA ということで数年契約結びたいですがお金がないのでちょっとどうなるかという感じですね。そしてねルーキーの宮前くんですけれども、まあ、打率はねちょっと3割届かず2割8分まで下がってしまったんですが、21本96打点、23盗塁ということでね非常に大活躍してくれました。打点もねリーグ5位ということで1年目からね20本超えてくるとは思いませんでしたが、まあ、これでね新人をまあ中継ぎでね一人末吉くんいるんでどっちかだと思うんですが、まあ、宮前くんに取ってほしいかなと個人的には思ってます。あとはね玉川くんが、まあ、ファーストで2割4分9厘ともうちょっと打ってくれたら、うん、下位打線にちょっと厚みが出るかなという感じです。あとは久米くんですね、シーズン前半はめちゃくちゃ調子良くて3割超えてたりしたんですが、まあ、終わってみれば2割3分1厘ということでもうちょっとバッティングを頑張ってもらいたいかなと思います。ジョー君は今年はちょっと控えに回ってもらったんですが、まあ、打率ね、3割飛んで2厘という感じで打撃頑張ってくれたんでね、まあ、来年は久米君とちょっとね併用して使っていく感じになるかなと思います。まあ、こんな感じでねちょっと野手が頑張ってくれたんで、順位だいぶ上がりましたね。あとはピッチャーを整備していきたいところ。というわけで最後に年間表彰式を見て終わりにしたいと思います。さあ今年は誰か選ばれているか。まずはベストナインは、まあ、安定の桂くんですね。おお、そして宮前くん1年目からベストナイン獲得してます。まあ、それだけ大活躍だったんでね今年は2人ベストナインですね。そしてゴールデングラブですが、なんとセカンド星川くんが獲得しております。まあ、守備は捨てていると言いましたが、ゴールデングラブは獲得できると。そして久米くんが外野手ですね。今年は2人、ゴールデングラブ受賞しております。さあ、個人タイトルですが、新人王宮前くんですね。いやー、なんとか獲得できてよかったかなと思います。首位打者にバートン。そしてホームラン王打点は桂くん取れず、最多安打星川くんですね。高橋コーナー、やっぱ阪神はねピッチャーがめちゃくちゃ熱いので層がだいぶ強いですね。荻野くんは最多セーブですね。今年はタイトル3人、まあ、新人合わせて4人獲得しております。あーでも新人は宮前くんが圧倒的ですね。末吉くんは2位でした。熊沢くんにも1票入ってる。いや阪神がえぐいですね。山本由伸もすごいですが、まあ、沢村賞候補3人入ってるのはさすがとしか言いようがない。さあというわけでね7年目終わって初めてね A クラス入りできたということで、まあ、優勝が見えてきたんじゃないかなと思います。まあ、なんとかね桂くんがいる間にちょっとでも上に行きたいかなと、思っておりますので、よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。